こんにちは。今回はモルモットの爪切りを動画に収めていきたいと思います。モルモットって結構暴れちゃったりとかして爪切るの難しいっていう人も結構いると思うんですけど、動物病院に行ったりとかペットショップでもそういうサービスしてるところもあるので、やってもらったりしてるところもあると思うんですけど、自宅でやりたい人向けに、私なりにね、こうした方がモルちゃん落ち着きながら爪切れるんじゃないかなと思って、ちょっと今回はねその紹介をしたいなと思ってます。それでは早速やっていきたいと思います。ちょっと絵描いてみたんですけど、伝わってなかったら申し訳ないんだけど、これ前足です。モルモットの前足、モルモットの前足は指が4本あります。4本で、後ろ足はね3本ありますね。でね、チェックはねちょっとね奇形だったのかもしれないんですけど、この辺からね爪がピョって伸びてた時期がありました。なぜかわかんないですけど、今はなくなったんですけど、伸びてる時がありました。爪をね、拡大してるっていう意味なんですけど、くちばしに見えるかもしれないんですけど、鳥のくちばしじゃないですよ。で、正しい爪の切り方なんですけど、まずね、悪い例からやってみます。悪い例は、はい。これが悪い例です。×。通常ね、ここまで、内側の、ここまでは、二つ目にならないんですけど、ここまで切るっていうこと自体は別に問題はそこまでないんですけど、これね、問題はね、切り方なんですね。このね、角度が悪いんですね。ここが地面だと思っていただきたいんですけど、地面と水平に、なるべく水平になるように、このように切り落としてあげるのが正解です。こうすることで、モルモットも生活しやすいし、指の変形もこれで防ぐことができます。なのでね、正しい爪の切り方、ぜひ覚えておいてください。はい、じゃあ比較的簡単なオレオの方からやっていきたいと思います。はい。どうぞ。激ムズだ。よし、おお、前終わり、次後ろだ。あ、ごめんね。これ嫌がる声です。嫌な時に発する声です。
はい、終わりました。こんなにうまくいったの初めて。ありがとうレオ、頑張ったな。一個一個集中しててお話ししてなかったんですけど、まずねおやつを用意します。で、体重測定と同じようにこんな風にね、ちょっとたくさん食べられる、すべて食べるのに時間が必要なおやつを用意してあげることと、あとはねこういうタオルがね結構いいです。こうやってタオルをねこうもう少しね巻いてあげたりとかしても落ち着くかもしれない。タオルを敷いてあげると結構こうふわっとして柔らかいしリラックスしてくれるので、タオルを結構敷いてあげるといいと思います。はい、では抱っこが苦手なチェックをやっていきたいと思います。いたぞ。健康のためです。あ、チークよ。チよしよしよし、すごい巻いてて難しい。ちはい、こっちね。
し。オッケー。下ろすよ。いかがでしたでしょうか。今回はモルモットの爪切り動画をやってみました。モルモット結構爪切りな子多いと思うモルモット結構爪切り苦手な子多いと思うので、おやつとあとタオルを使ってあげる方法おすすめなので、ぜひやってみてほしいなと思います。この動画が少しでも参考になったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そしてインスタグラムもやってますので、そちらもぜひフォローお願いします。それではバイバーイ。